絶景は、テンセントの AI による、コンピュータ囲碁プログラム。2016年11月1日から同月29日まで、インターネットの囲碁サイト、野木爪囲碁で対局した。僕、定冠に5勝1敗、京あずまに3勝1敗、僕、久しくんに3勝1敗、古力に2勝1敗、などの世界戦優勝者レベル以上の戦績を、残している。日本棋院の手では、 よただしきが、最も多く対戦し、絶景の3勝1敗だった。伝説戦では、一力量に中押し勝ちした。かきよしには1勝3敗と負け越していたが、後に2年国局のハンデを与えて干渉している。その他、世界戦常連の若手騎士と、数多く対戦した。2017年3月の、第5回 UA 区バイコンピュータ囲碁大会では、 リアマユータ六冠に勝利した日本最強の囲碁 AI であるディープ戦後相手に優勝。2017年8月の第1回中心証券配世界電脳囲碁オープン戦ではそのディープ戦後に準決勝で敗れたものの同年12月の AI 流星戦2017では再びディープ戦後を下し優勝した。2017年5月にアルファゴが 柿吉との対戦を制して現役を引退し、2018年4月には戦績のきっ抗していたディープ戦後が引退したこともあり、事実上世界最強の囲碁 AI との評価もあった。ただし、2018年4月に復讐で開催された世界人工知能囲碁大会にて公開論文をもとに、テンセントの WeChat 翻訳機能開発チームが α50 を復元した。 フェニックス後に決勝で敗れた。ありがとうございます。